そしてここで今浩二選手と船上で、この船の上で、対面してますけれども、どんな、いやもう暴れたんでね俺は、あの会見で、あとはもうあの4月1日みんな見たいでしょ、うん、そこで正々堂々戦うっすね。だから今は別にここでやって俺が4月1日ぶっ倒せんのに試合なしになっちゃったらもうかわいそうだし、みんな、うん、俺ももったいないと思うし、うん、だからあと試合まで集中して、うん、こいつ大阪の舞台で終わらせようと思ってます。こいつ大阪で俺負けたらメイウェザー戦もクソもねえからな。そもそも誰がてめえとメイウェザー見てんだよバーカというですね、意見が、てめえとメイウェザーがやったら、はい、てめえのパンチ一発も当たらないでてめえメイウェザーにボコボコされるの分かってんだろバーカ。誰が見てんだよバーカ。何も勝負論もクソもねえよバーカ。はい、あの小井選手、はい、まあ、いろいろあのトラッシュトークもありますけど、はい、小井選手は、はい、あの芦田選手に対してはどういうふうに、はい、いや、しゃぶくってんのかなと思って、はい、それぐらいですかね。